開業前にここで撮りましたけども、まあ、ついに、こう荒れ地がですねこのようなホテルになりました。もちろんこれがあるからといって地域に溶け込むつもりなんかもうとございません。地域と隔絶をさせるためにこういうものを作ってですね、アホさんじゃないけども上から下を見下ろして下々の門がどのような生活をしているかということを、隔絶をすることで、金持ちごっこを楽しむというような施設になっております。で、なんで私こんなとこから撮ってるかというと、これこうなんですよね。中に入って撮るなということを言われたんで、まあ、ここで撮ってるんです。中に入ってで言うたってそこやからね、そのオモセブンの看板のとこへ行くのは何の差し障りもないから別にええやろと思うんだけど、であんまり撮りませんけども、女の方があそこ立ってはりますよね。あの方は前言った門番ですわ。で、結局こっから入ってこささんようにということでわざわざ人を配置するわけです。で、見てわかるようにですね、今太陽がさんさんと降り注いでおります。多分真夏もこの状態で職員を配置するんでしょう。まさに星野地蔵とブラック企業ではないんかというような話ですよね。で、熱中症なんて死ねまえないかいというふうに私は思うんだけども、まあ、職員の方としてはもういやいや、でもそこで従わんと働かせてもらわれへんということですからね。どれぐらい経つんですかということをお聞きをしますとですね、1時間ぐらいで交代をするということです。まあ、真夏も多分1時間で交代するんでしょう。真夏の1時間がどれぐらい暑いんか、こうコンクリートの照り返しがありますからね、えらい目に遭うんですよ。ほんまにあの職員のしかも若い方をえらい目に遭わして、何とも思てないというかね。で、入り口が向こうにあるということなんですけども、まあ普通のホテルであればですよ、入れますよ。で、もっと言うたら海外のリゾートなんかやったら、プールのあるところまで入れますよ。まあ、プールの中に使ったらあかんのだけどもね。そやけども、まあ、ここはですね、金払うやつだけは中入ってええよということなんです。で、ここちゃんと書いてるところね。このエントランスプラザは当面の間閉鎖します。これ多分初めのオープンの時には開けとったということです。なんでかって言ったら、オープンの時にはメディアが来るからね、宣伝のためにこれ開けるわけですよ。ところがもうメディアが去ればですね、まあ、ここの地域の方々とは隔絶をしなければならないというような確固たる信念を持って、このホテルはそもそもコンセプトとして立ってますから、だからこそですね、このように人をわざわざ配置をしてですよ。で、これ雨が降ろうが、極寒であろうが、極暑であろうが、職員はここで立たなければならないということなんですよ。星野本人が立たんかいという話なんですけどもね。で、これはずっと閉めると。で、当面というのはいつって書いてないからね、もうずっとこれ閉めるんですよ。で、何人もの方々がですね、こうあの職員の方と話をされてますよ。まあ、今もこう話されてるけどね。で、金を払う、つまり当館ご利用の方は西側のメインエントランスから入れますということで、カフェレストラン利用者の専用のスペースをさせてもらいます。それからコーヒーなんぼするのか知りませんけども、最低でもですね、コーヒーまあ300円か500円、まあ、300円ちょっとないやろうけどもね。そやけども、その一定の金を払わなければですね、まあ、中も見せんよと。いうようなメディアに対しては非常にオープンなところなんですけども、まあ、地域の方にとってはですね、金も払わんような地域の門にですね、なんでそんなもん見せなあかんねんと、お前ら下々は黙っとけというような、そういう施設であるということが非常によくわかるところですよね。で、プレイオープンであれば本来地域の方なんかにお使いをいただくというのが筋ではないかというふうにも思うんですけども、そういうことはいたしませんでした。で、系列のですね、他の星野リゾートの職員なんかをここへ泊めてですね、どんな感じなんか民会と、まあ、金持ちが金持ち遊びをするために金持ちを泊めてですね、で、どれぐらい下々の門を踏んづける度合いがいけるのかと、まあ、コンプライアンス上のことも考えてるのかなんか知りませんけどね。だからそういうことでですね、まあ、タイへ行って、ジミーちゃんじゃないな、あれ何さんやったかな、なんとか金村さんが言うたんですけどもね、タイに行くのは貧乏ごっこだと、カオさんのところでね、貧乏ごっこを日本人で楽しみに行ってるやろというふうに指摘をしましたけども、あれと同じようにですね、貧乏ごっこを今度はここで下々の皆さんを見ながらですね、そういうふうに思うという風情を楽しんでいただくのが、まあ、ここへ泊まるということは、まあ、プチ金持ちではないんでしょうけどもね、そういう楽しみをして人を踏んづければどうなるかということを、ここで上から下を見下ろす、そういういやらしいものの考え方を育むための施設であるということが、私これも建設前から言ってましたけども、まあ、バッチリとその通りになってしまったわけですね。まあ、早くこれは潰れていただいてですね、ほんまにこれ公共施設にもう一回、これ大阪市かなんか買うてくれんかな、この建物ね。
で地域の方の公共施設として使っていただければいいんじゃないかなと思います。アイリンセンターも建て替えをするということなんですけども、一応仮処分は出てませんので、仮処分では住民側が勝ちましたので、いまだにですね周りに、まあ、お住まいというかね、ホームレスの方ですよ、お住まいになられてますけども、ああいう方々にですね、まあ、ぜひ夜とかね、あまりにも暑い時とかそんな時にはもう中貸しますよというふうに言うてこそですね、地域に開かれた星野リゾートというふうに言えるんではないかというふうに思いますけども、そんな気持ちはさらさらないということでございました。